皆さんこんにちは。今日は早速ですが、この爪の中で長さ出しをしたのはどの爪かわかりますか？答えは人差し指の爪です。ボロボロです。そこで今回は以前も動画でご紹介したティッシュを使った長さ出しをセリアのジェルを使って地爪っぽく長さ出しをしたいと思います。折れた爪が利き手の爪なので、正直あまり綺麗に長さ出しができていないのですが、利き手の爪の方が折れやすいと思うので参考になったらいいなと思い動画にしてみました。あと今回から照明を変えてみましたので、動画の最後に撮影風景もちょっとだけお見せします。よかったら最後までご覧ください。用意するものはこちらです。長さ出しに使うティッシュと、今回ジェルはセリアジェルを使います。ベース&トップ、ノンワイプマットコート、カラージェルはホワイト、ミルキーベージュ、マスタードです。事前に手指消毒、雨川ケア、サンディングをしている状態から始めていきます。まずは下準備からしていきます。まず爪の油分や汚れをエタノールで拭き取ります。爪の先端も忘れずに拭き取ります。次にティッシュをカットします。ティッシュの折れ目のない綺麗な部分を補修する爪より少し大きめに切っていきます。この時長方形の方がティッシュの向きを間違えずにサイズ調整ができると思います。爪の幅に合わせてサイズを調整します。サイドラインの白くなり始めの部分、ストレスポイントを覆うような大きさで合わせます。何回か合わせて微調整していきます。サイドが隅までしっかり覆えているか確認します。2枚重ねになっているティッシュを1枚にします。これで下準備は完了です。では長さ出しをしていきます。まずはベース&トップを塗ります。ハケをしごいてジェルの量を少なめに取ります。1層目を塗るとき、セリアのベースはこのようにすり込むように塗ると持ちが良くなるようです。ハケに取るジェルの量が多いとすり込みにくいので、量は少なめの方がやりやすいです。爪全体を隅々まで塗れたら硬化します。硬化したらもう一度ベース&トップを塗ります。そのまま硬化はしないで爪の上にティッシュを置きます。ティッシュをそっとジェルに染み込ませていきます。サイドが少し大きかったのでハサミでカットします。サイドのストレスポイントがしっかり覆えていることを確認します。爪に触れている部分のティッシュにジェルを染み込ませ透明にします。できたら硬化します。先端の余分なティッシュをカットします。ベース&トップをティッシュと爪の段差をなくすように塗り、先端のティッシュにも染み込ませていきます。ティッシュがしっかり透明になったら硬化します。
次にノンワイプマットコートを全体に塗ります。塗ったら硬化します。硬化したら先端をハサミで切ります。後からヤスリで整えるので少し長めにカットしておきます。カーブを鉛筆のようなものを使って整えます。力を入れすぎると割れてしまうので気をつけてくださいね。ヤスリで長さと形を整えます。この時も力を入れすぎると割れてしまうので優しく削ります。サイドラインも整えます。他の爪の長さと同じぐらいになるように削っていきます。整ったら粉を払います。エタノールを染み込ませたキッチンペーパーでさらに削り粉を拭き取ります。爪裏にも粉がたまりやすいので忘れずに拭き取ります。次にベース&トップで厚みを作り強度を高めます。さっと全体に塗った後、ジェルを置くように塗っていきます。ジェルが自然と馴染んでいくセルフレベリング効果を利用して整えていきます。塗った後にこんな感じで裏返すと綺麗に整えやすいです。確認して大丈夫そうだったら硬化します。この工程を形や厚みが整うまで繰り返します。一度に分厚く塗ってしまうと硬化熱が出たりジェルがサイドに流れてしまったりするので数回に分けて塗り重ねるやり方がおすすめです。横から見たとき、綺麗なアーモンドカーブになるようにジェルを重ねます。ティッシュを覆ったストレスポイントもしっかりとジェルでコーティングします。いろいろな角度から確認して大丈夫そうだったら硬化します。爪の裏にも薄くジェルを塗ります。表面も塗り整えたら硬化します。あまりにボコボコで表面が整えれない場合は未硬化ジェルを拭き取ってからヤスリで整えても大丈夫です。厚さはクレジットカード1枚分ぐらいが理想です。先端がクリアでツヤツヤな仕上がりがいい場合はこのままノンワイプトップコートで仕上げてもいいですが、今回はこれをナチュラルな地爪風にしていきます。まずは先端の地爪カラーを作ります。使うカラーはホワイト。ミルキーベージュ、これは少しシアーな色合いです。ホワイトとミルキーベージュは約1対1の割合で使います。あとはマスタードを使います。フレンチラインに塗りたいのでこちらの筆を使います。まずはホワイトとミルキーベージュを混ぜ合わせます。このままだとリアルな地爪にならないので地爪の色に近づくように少しマスタードを混ぜます。
地爪のカラーができました。これを先端に塗っていきます。フレンチラインに合わせて塗っていきます。斜めにカットされた筆の形を利用して塗ると形が取りやすいです。フレンチラインを失敗してしまったら、綺麗な筆ではみ出たジェルを拭い取るように修正すると綺麗になります。できたら硬化します。二度塗りします。地爪っぽくなってきました。濡れたら硬化します。仕上げにノンワイプマットコートを塗ります。マットに仕上げることでより地爪っぽく見せることができます。濡れたら硬化します。これで完成です。地爪風の長さ出しができました。最近流行りのシアーな色合いなど、地爪が透けるときにこの方法を使えばとってもナチュラルに仕上がります。またこの上に普段通りマニキュアを塗っても大丈夫です。ただしマニキュアを落とす除光液はノンアセトンを使います。そうすることで何度か塗り直しも楽しめると思います。長さ出しの持ちは前回の動画でもご紹介していますが、約2週間程度は持ちました。よかったら試してみてくださいね。最後になりましたが、動画の冒頭でもお伝えした撮影風景を少しだけお見せします。いつも愛用しているカメラは iPhone です。 YouTube を始めた当初は一眼レフを使っていましたが、ピンボケが多くなかなかうまく撮影できませんでした。その点 iPhone は自動ピント合わせや色補正が優秀なので重宝しています。それでもネイルの撮影は拙者でかつ俯瞰撮影なので、いろいろ試行錯誤しながら毎回撮影しています。今でも良いものを見つけては試しています。今回はこの撮影ライトを使ってみました。サムシャンの撮影ライトです。こちらは今回ご提供いただいたもので、2本セットでバッテリー駆動もできます。正直まだ設定不足ですけど、調光が2600から1万ケルビンまであり、細かい設定ができるので、コメントでもいただいてた白飛びが改善できればなと思っています。とはいえ今までと違う感じで綺麗な映像になったなと思います。バッテリーの持ちも良く、すっきり持ち運びができるのが好印象です。気になった方は概要欄をチェックしてみてください。こんな感じが普段の撮影風景です。今後の配信予定は、地爪を強化するポリッシュなどいろいろやっていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録お願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。